こんにちは、シュです。ワンダってこうかなと思います。さあ、超久しぶりだね。2日ぶりにやるんじゃないかな、マリオワンダー。3日ぶりのね、仕事とか学校はね、めっちゃ短く感じるけど、もう2日ぶりのマリオワンダーはめっちゃ長く感じたね。やっとできるね。すげえ、あ、なんだこいつ、上に乗ってけみたいな。え、あ、こいつの名前なんだろうね。あ、初のドリルキノピオだ。ジュエルブロックだらけの洞窟。え、刺すよ。かわいいその笑顔に一体、あ、すごい、待って、これ無敵じゃんね。え、誰か倒してくれ。救ってあげるか、埋まってるし。当てます。助けてくれてありがとう。もうダメかと思ったよ。なんやねんそれ。やっと喋れる。あ、喋りたいこともないけど実況者みたいだね。いや、やっとみんな喋れるわみたいな。喋ることないけど、あ、下から失礼します。あ、で、やめようぜそれ。かわせる。うわ、超慣れないわみんな。これまだ、これも下からいけるんだ。ごめんね、すごいおどおどした。あ、これは入れないんだ。かわいいよね、頭にソフトクリーム乗せちゃって。危な、すごい、やら、あ、ヒップドロップもこうなる。これはね、一応公式ピ当てます。すーわー、やっと喋れるぜ。助けてくれてありがとう。いいんですよ。え、この人はお礼言うタイプだ。スーハーがデフォルトなんだね。分かっちまった。あの人もびっくりだよね。濃すぎ。ヒーハー。これどうやって下行く。これ、あ、横からのし、あ、分かってしまった。みんなこれ見て、ここにちょっと縫い目あるの分かります。この縫い目があるところはこうやっていけるんだ。あ、でも壊せ、ジャンプで壊せるんだ。え、超難しいな。はっ、あ、スーハーおじさんいたね。ちょっと聞こうか。あ、なるほどね。なんかちょっと上いけんの、待って、これ、あ、いけるか。いいよ、その別に。うわ、カタカナ来ないかなみたいな待ってないからね。うわ、CM でありそう。でも、ここに何もないわけなくない、みんな。あったよね、昔。スーハーハー、スーハーハー、スーハーハー。キスをしよう、世界がたらら、キンスキンスキンスみたいな。キスマイフィットさんが CM やってたやつあったんだよね。さあ、ないぞ。私、今日すごい取り逃してるね。やっぱ、あ、逆バージョンもあるんだ。待って、逆バージョン、ここ気になるよね。いける、あ、いけないか。これ上で潰されるよね。なんか久しぶりのマリオワンダーやるじゃないですか、私。操作感がマジで慣れてないね。なんか部活とかもね、テスト休みで休んで、久しぶりにやるとめっちゃ下手になってるみたいのもあるし、逆にね、なんかめっちゃなぜか上手くなってるみたい。これ上あるわ。なんでかわかります？ほら、右の上って黒いじゃないですか。で、左の上って明るいんだよね。やはり。いや、絶対これあるわ、私。これで、壊してあげて、うわ、つた、逆だった。え、どうしよう、これ。やり直すか。さすがに上行きたいわ。おー。待って、ってことは、こいつももしや倒せるワンチャン。ちょ、一回やられる覚悟やってみようか。あ、さすがにダメなんだ、これは。気持ちいい。爽快感がいいね。本来だとこうやって爽快に行けってことか。さあ、みんな帰ってきました。で、この子にここを壊してもらうと。さあ、この子ね、ジュエルブロックくんでいいのかな。なんかジュエルブロックくんもね、上と下に行くとこあるもんね。うわー、これでもなんかジャンプでいけそうな気もするけどね。お、君泳げるんかい、ジュエルブロックくんは。ね、なんかその、お、これもしや分かったかもしれん。やばい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 。あ、泳げるんだね。あ、で、こ、あ、すごい、みんな、水中の中だとこの中に潜れない。あ、これが足場になると。ありがとうね、ジュエルブロックくん。あ、見て、みんな。左上。紫コインが、999枚でカンストしてる。それなら、この足場どうなる？それならあれだよね。なんか使っちゃおう。当てます。これ、この、なんていうの？この色のブロックが全部紫になって、すごい、なんていうの？足場が、もう不安定になる。ジュエルブロックくんが
成長期だみんな。やばい、早く。お前、いや頑張れジェルブロック君。早く、何やってんの。オッケー、ありがとう。ありがとう。こ、待って。待って、これ自給自足の前に間に合って、いい、これはいい。この右、これ、あ、コインだけか、やばい、早くしてくれ。使っちゃおうか、使っちゃって間に合うか、あっち。オッケー。うわ、このフラワー取っときたいね、絶対に。なんかありそう。なんもないか。結構時間がやばいんだよね、みんな。9、間に合う、これ。うっ、フィニッシュ。情けな。顔も情けな。すべてが情けないわ。あ、これはスーハーじゃないわ。取れてよかったね、ブラボー。やるー。ありがとう。え、どっち入ろう、これ。これ、これ使えば、こっち側にも入れるんじゃない？ね。入れないか。じゃあ、こっち側だけかな？何なんだろうね、あのブロック。怪しいよね。さあ、ちょっと今、あと10コイン。あ、あるじゃん、1個目。さあ、これどうやって取るかですよね。待って、これをこっからいけるか。ああ、そうなっちゃうんだ。ああ、でもこっちからいける？まだこれの仕組みが分かってない。あ、なるほど。ここに縫い目あったもんね、今。この、わかります？ここ。この縫い目だったからいけたと。わ、苦手だな、ドリルブロック。すごい、マリオのギミックで、過去一苦手かもしんないね。それぐらいちょっと、難しいね。あ、これもしあれかな？普通にジャンプするより、潜って出た方が若干ジャンプ力高いかもしれない。だからギリギリ届くような設定になってるわ。うわ、そこに気づいちゃ、で、ここは、もうスムーズに行って OK と。そうするとちょうど気持ちよくなるようにできてるわ。さあ、これ私、毎回ね、ゴールすると写真撮ってくれるんですけど、その写真気づいちゃったね。ガンギマリオになったところを毎回撮ってくれてんじゃないかなと思って。だから見ててね、みんな。多分そこを写真に撮ってくれてると思う。あ、やっぱり。多分そういうシステムになってんじゃないかな。あ、じゃあ買い物してこようか。今ちょうど言ってくれたね。お買い物はしませんかみたいな。ちょ、ショップ探してきまーす。あ、みんなありました、ショップ。びっくりだって。さあ、これなんか新商品増えてないかな。これ買っちゃおうか。あ、これ1個しか買えないんですわ、皆さん。え、1機アップ買っちゃう？いや、ちょ、お金あるからね、この、パネルくじやりたいんだけど、パネルくじでね、ネタバレされそうで、あ、よかった。まだ出てないな、マリオとかあるんじゃないかなと思って。だから、うわ、なんだこのマリオっていうのをここで、あんま見たくないから、あんまり買い物したくないんだよね。ただお金余ってるし使わないともったいないなみたいなとこもあって、まあ、これぐらいにしとくか。いいね、これぐらいでやめてこう。さあ、200コインぐらい使ったね。じゃあ先のとこ戻ります。さあ来たぜ、戻ってきて、あ、こっから砂漠になるんだ。あ、ちょ、私通れるね。これ10個必要なんだ。私左上見て、15個必要になってるじゃないですか。お、え、カメック来ちゃった。え、これボス戦？え、やめて、ブスになれって、もともとブスでしたみたいな。うわ、面白。え、ちょっとなんか行く順番間違って、あ、でも行かなくてもいいんだ、こっち側で。でもせっかく見たなら行かないとねってことですよね。行こうか。さあ、ちょっとドリルブロック買いたいな。操作が難しくて全然慣れないんですよね、私。フラワー諸島の飛行戦艦ヤマト。お、ま、お、なんだ、また突然現れました。い、やっぱいいね、この緑がいいね。本当にいい色してる。これ前も話したけど、炎ってね、なんか赤い炎より青い炎の方がいいよね。で、青い炎の方が確か火力高いんだよね。あ、これなんかぶっ壊れちゃうんじゃないかなと思うけど、壊れないんだね。緑の炎ってあるのかな？お、強すぎる。あ、クモくん乗せてって、私も。どうする、これ、クモくん絶対使うよね。あ、待って、新品のがいい。ごめんな、中古の。新品の、これ、なんか喋るはず。ついていくよ。やばい。お、見て、この顔、みんな。見える？石、ちょっと。この上向く顔、超かわいい。これ。お前、そんな眼差しで見たらね、好きなもの買ってあげたくなっちゃうよね。あったね。取るぞ、あっち。すごい、なんかずっと携帯のツイッターがブーブーなってる。誰だ、多分ガンホーさんのツイートだな。ちょ、ガンホーさん待ってくれ。いいぞ、なって。今日みんな顔見ててね、
すごい顔見せないで恥ずかしがりやめ。いいぞ、乗れるか、私乗って。これ下とか怪しいんじゃない？ワンチャンね、このゲームなんかね、私が長くマリオ人生でやってきて、ちょっと一個だけ常識を覆らせたことがあって、やばい、これ緑の土管だ絶対。やっちまった、これガチやっちまった。みんな入れました。見えないところから入れました。よく入ったね私今。でこうか。なんかね、アイテム出るブロックって基本的に入れないんですよね、マリオのゲームって。なんだけどパート1かな、パート2ぐらいでアイテム出るところからも入れるところがあって、それちょっと衝撃だったね。なんか動画では別に特に何も触れてないでやってたんだけど、え、本当っていう心の中のね、衝撃が私の中であったんだよね。さあどうしようかな、これ。あ、さすがにね。いやすごいね、これ見えないとこから入れんのも結構、あ、新品がいい。見えないとこから入れんのも結構いいよね。ちゃんとき、来た、当てます。めっちゃこの炎が出てくる。この緑の炎が上から降ってくる。あ、毎回これなんだ。あ、じゃあ次当てれんじゃん、私。ね。色綺麗だな。すごい色綺麗。なんか色の綺麗さに、ちょっと感銘受けちゃうわ。あぐ、いや、違う、これ。壊せるか、お前。ナイス、やばい、もう、くそ、待って、ここ怪しい。クッパ、クッパ、早く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 。ここ、壊してくれ。なんか出るはず。あー、コインか。いいぞ。むず。いいねー。なんかコイン999枚でカンストすんのはね、どうなんだろうね。もうちょい上限上げてほしい気もするけど、でも逆にそんな使わないってことなのかな。999枚分のなんていうの、消費量でしかないよっていうことなのかな。だからそう考えると左上のね、833.1って小数点何なんだろう。あ、これ取っちゃおうか。はい、取っちゃって元のあれに戻すと。そうか、今ガンギマリオ時代だったもんで、ちょっと忘れちゃうな。なんか普通のワールドのように感じちゃうね。え、いいな、この上向くのガチいいね。すごく好きですよ私。やばい、これやばいぞ。火の速度が若干、おい、あちきいるか。いるね。あと1個ない。お、中間、あ、ボス戦、え、あ、全部取ってるわ、よかった。あ、これあれだね、あの、この四角い箱は壊さないんだね、きっとボス戦だ。おらおらおらら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 、なんかそんな連射はできないわ。あ、見て、2個セットだ。あれ、あ、2級までなんだ。面白い。さあ、前回はね、なんかスイッチを踏むだけだったんだよね。まあ、今回も多分そんな感じなんじゃないかな。あ、あの赤いスイッチ、これ結構簡単なんだよね。多分、道中が難しくて、ボス戦はそんなに難しくないよみたいな。俺も泡に乗ってけばいいもんね。はい。イェーイ。あれ、これ写真出るのかな？出ましたっけ？あー、すごい。口にめっちゃ、まあ、ボスは優しいですよと、ここまで来たご褒美ですよみたいな、多分そんな感じになってんだろうね。あー、いい、ちょうどロックオンされてるとこ。99点。まあ、どうしようかな。俺、私ぐるっと下見たいんだよね。なんか前回もうなんか3つステージが残ってるみたいなこと言われて、なんかどこから君は行くみたいなこと言われたんだよね。だから好きなとこから行っていいと思うんだよね。だからちょっと一周見ようかなと思ったんだけど、あ、ここは12枚ないといけないよと。で、あ、こっち、あ、ここはいけない、あ、ここクリアしないといけないんだ。ま、じゃあ、さっきのとこでいいか。さっきの、ここからやってこうか。ヒデリー砂漠、あ、ここにもショップあったんだ。なんだこれ、フラワー諸島は、あ、フラワー諸島とは、なんかど真ん中にありますよみたいな、こう、そういう説明だね。ちょっと、ここで買うわ。ヒデリー砂漠、え、バッチ売ってそう。厚さバッチみたいな。ないんだ。なんか意外とこれ増えないね。なんかクリア後とかね、アイテム出そうなんで、ちょっとお金は取っときたいんだけど、なんかやっぱさっきも言ったけど、カンストするとそれ以上増えないからね。もったいないよね。ちょっとツイッター見てみるわ。お、すごい。うわ。今パズドラね、キティちゃんとね、コラボしてるんだよね。だからそのなんていうの、新キャラの通知がすごい来てるわ。ごめんね。あー、やるね。ブラックバード松丸くんだって。さあ、来ました。うわ、来た。ヒデリー砂漠は喉が渇くから、水は全部僕がいただいちゃうぞ。そんな飲めねえだろ。このままじゃ、じゃんじゃん水を集めて、みんなをカラッカラにしちゃえ。あるよね。これ砂漠の地帯だとね、ワンピースとかでもあったよね。水を奪えみたいな。
結構あるあるというか、でもこのゲームはあれだよね、あるあるな設定かもしれないけど、コース一つ一つのギミックがね、すべて楽しいもんね。ここがヒデリー砂漠、白い砂が特徴で白砂漠とも言われています。このパレスにもグランシードがあったはずです。 L でいつでも地図は開きます。オッケー。なんか私ね、なんか厚さのギミックってあるじゃないですか、厚いとダメージを受けやすいとか、なんかそういうのちょっとめんどくさいなって思っちゃうんだけど、マリオそういうのないからね。特に暑くて当てます。いやこれは当たんないわ。暑いな、水が欲しいぞ。暑い、あげる。でもちょっと分かってきたね。ちょっとあれ、これで水かけるんだ。ここに置いといて暗い水、え、この子に水をあげるんじゃないのかな。ね、出ちゃう？水ください。でも本当に砂漠とか行ったらそんな感じなのかな、水くださいみたいな。喉が渇きました、水はどこにあるんでしょうか。王子様、この家に水はありません。実は我々が来てからヒデリー砂漠が水不足なんですって。お願いです、ワンダースイーズを炊きますから私たちの水を取り戻してください。なるほど、それは変態です。ポプリンたちがしおれる前にパレスへ急ぎましょう。あ、すごい黄色い、なんかパイナップルみたいだね。レモンか、すごい色いいですよね、綺麗。わあ、これ帰ってきてあの子に水あげるとセリフ変わるんじゃないかな。セリフも私結構一言一句楽しみにしてるんだよね。お、左上1になってるね。各所等ずつでリセットされるんだ。むむむ、どうした。おじ様、もうヒデリー砂漠にこのオアシスの水しか残ってません。あ、この右のやつね。前はパレスの周りのたくさん水があったんですが、我々は全部持って行っちゃったんです。このやつは私が持ってます。これパレスを取り戻してください。お前飲む気だろう。いや疑うのは良くないか。うわー、これか。あーすごい、なんか毎回これあれなんだね、地図の確認。あ、砂の上ならだって、砂の上なら2ステップジャンプバッチだって。え、欲しすぎるんだけど、2ステップジャンプバッチ。え、なんかすごい言いたくなるね。ここにばあちゃんとかつけるとね、2ステップばあちゃんバンジージャンプみたいな、すごいこの濁点音がたまらないよね。あ、付け替えようか。ちょっとやってみよう。え、砂の上ではって書いてたっけ。てから通常状態だとあれなのかな。実はさっき言ってなかったんだけど、お、砂の上だとねジャンプ力がね下がってたんだよね。だからちょっと操作しづらいなと思ったら、押したら土管が動くらしいだって。うわ、これオンラインやってみる初の。でも私見つかるなら、あ、こんにちは。見つかるなら自分で探したいからね。お、入れるね。見つからないときはオンライン。おお、なるほどね。別にどっか行けるわけでもなく、お、わかりましたよ。これで、あ、この土管は意味ないんだって思わせる作戦ね。はいはいはい、ちょ早送りで全部チェックしようか。いや、これは絶対あるわ、1個だけ当たりが。それを私当てます。はい、行きました。いやですよね、なんかでかくね。おお、遠近感だ。私がこっち遠いから遠く見えるだけなんだ。小さく見えるっていうよね。で、小さい人はもう小顔に見えるみたいな、その遠近感をこなすのは篠原の顔みたいな、あるよね。すごっ、面白っ。こっちはいけないと。よく私なんか一回でここ行けたな。さあ、さすがにもう土管はないんじゃないかな。でも一応チェックしたくみながら、ちょ、全部チェックさせてくれ。さあみんなラスト一番右だね。お前またこれ、あ、でもこれは少ないか。おっ、これか、二段ジャンプ。え？これなんか空中で2回ってより、地面に2回ついて2回ジャンプってことかな。なるほどね。でもちょっと思ってる二段ジャンプと違ったわ。うわー、これ、お、すげえ、わかりやす。え、こんなわかりやすいんだ。え、わかりにく。あ、潜っちゃえばいいんだ。あ、ダメか。なんかあれごと引っ張ってこれるんじゃないかなと思ったんだけど、一回こっち側も見させてもらっていい？こっちから出てくる。で、あと2個だね。この真ん中ので、
全部入れるのはないと。あ、わかった。隠しブロックあってそこにかけるんじゃないかな。いいぞ、絶対隠しブロックがあるはず。あるぞ。あれ、あったあった。でここに引っ掛ける。なるほど、引っ掛けるんじゃなくて普通にある程度距離を伸ばすとあれがブチって切れるんだ。これが4つ目なんだね。なんか二段ジャンプかっこいいな。なんかこの回転する感じが超身軽さを持ってかっこいいね。あ、こういうのとかじゃない、押せるってですよね。いや、ここ押せるってことは絶対ここあるな。この左上エリア、これあれか、こっちまで押しちゃうじゃないですか。そうするとですよね。あ、いいね、2つ目ゲット。でも私なんだかんだ自分でこう見つけ、ん、これ下がってるってことは多分どっかが上がってるはず。いや違うか、どっか上がってそうだもんな。これこの上とかも怪しいけど、まあ、とりあえず右行っちゃおうか。はい、うわー、怪しすぎる。この下にあるとかあるよね。一回全部チェックさせてもらおうか。あ、この4つだけだわ。みんな動くの、ん、なんかぶつけたぞ頭。なんかあるぞ、なんかあるぞ、なんかあるよ、ある。さあ4つ目。え、すごい順調だな私。で、お、ここですよね絶対。ラスト1個、何もない。そんなことあるかな。いや、ここ怪しいよね明らかに。じゃあオンラインやってみる、せっかくだし。さあみんなオンラインできたよ。あれ、誰もいない。あれ、オンラインにしたのに一人ぼっちなの私。あ、いる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 じゃねえか、いるじゃねえか。あ、教えてあげる、ピンクの人。あ、こっちだよ、ミックスポン、ミックスポンこっちね。これ土管動かすのミックスポン。あー、ミックスポン、お前、あちきゃ教えてあげる、ミックスポン、ミックスポンこれ、ここ押してごらんみんな、これミックスポンにもあちき見えてる。お前ミックスポン気づいたか。あ、アホ、アホって言ったらよくないね。ミックスポン、あ、マリオポン、うまい、ミックスポン、いやー救ってきたミックスポンを。ミックスポン、わしき見えてる、ほらこうやって押すの。いやー、じれったいわね、ほんとにじれったいわね。ミックスポン、あ、気づいた、ミックスポンこう、ミックスポン、あ、気づいた。あー、もうで、まあ、ここまでは私は見つけてるんだよね。何のために君たち春日部防衛隊を呼んだかというと、まあ、私のね、何やってんのミックスポン。ミックスポンいなくなっちまった、諦めてるんだ。で私ここか、ここで取って、さあやばい、なんか置いてあるぞ、なんかこれ、なんか手前に置いてあるけど、あ、違う、ここじゃ、普通な純粋なミスしちゃった。ああ、ミックスポンいるじゃねえか。え、このでかいの超好きだな。ギガントマリオみたいなの。あ、ミックスポン帰ってきたんじゃない、左上。マーク出てきてる。ね、あ、ミックスポン、ミックスポン、ここだよ、ミックスポン。よしよしよし、ミックスポン、わかる、ちゃんと。当てれる、右じゃないよ。あ、知ってやがる。そうか。ミックスポンもある程度までは知ってるんだ。じゃあ私もね、ある程度までは取りに行こうか。あ、みんな、あ、みんな取ってきたんだ今ここ。さあいいぞ。でここにあるから、あ、そうだよ、さあ K だね、 KK、 あ、やべやべ、上まで行かないとね。さあここで、あ、ミックスポン来てる、入って、ちょ、 K についてこうか。これ多分錦織じゃないよね。あ、 K 入ったよ。あ、 K 降りといて、K にちょっついてこう。いや、K 多分ね、もう上なんだよね。あ、ミックスポン。ちょ、ミックスポン足についておいで。ミックスポン、まず、土管教えてあげるわ、ちくちゃ。おい、ミックスポン。あ、そっち行くのね。あ、ミックスポン、これ上もあるんだぜ。さあ、あいつは、本当に。あ、待って、ミックスポン。あ、押せるんだ！え、ミックスポンに教えてもらっちゃった、みんな。わちきの方が上手いと思ってたけど、実はミックスポンの方が上手かったんだね。
これ押してたわ、ミックスポン。ありがとうありがとう、ミックスポン。ここに私の銅像を立てとこう。ありがとな。いやー、みんなミックスポンのおかげだわ。ちょっと面白いね。いや、持ったわ。かなり面白い。これ私、なんかノーヒントで一人で行きたい気持ちもあるんだけど、なんか普通に面白いわ。あ、ミックスポンもちょうど取ったんだ。いや、どうしよう。なんかオフにしづらいぐらい面白かったな、この機能。全然オフに、1コースだけこれやらせてもらっていい？普通の通常コース。で、まあそれでやめようか。まあ、やっぱ一人が一番良さそうなんで。いや、でも面白かったな、こういう謎解きコース。まあ、とりあえず、最初は？なんだお前。最初はとりあえず自分で探そうか。で、見つかんなかったらミックスポン呼ぼうか。あ、暑いだって。大丈夫かい君。あ、噂は聞いていますよ。私たちを助けてくれるんですよね。実は比例サークルの少ない建物にいろんな秘密が隠れてるんです。探してみたら何かの役に立つかもしれません。だって。私はしおれちゃうので手伝えないですけど。陰ながら応援します。ありがとな。やっぱ花は暑さに弱そうだもんね。うわ、何これ。じゃあヒップドロップはできません。え、どうやるんだろう。ミックスポンいない？うわー、何するんだろうね。わかった、これ順番に押すんじゃない？ねえねえ、だって足元のこれ何でしょう。だって実はね、私3つも同じも見つけたんだって。順番通りに押すんだ多分。だからまず下。え？え？どれでもよかったってこと？お、え、なんか出てきた。うわ、ちょっとなんかもやみたいのかかってる。わかるかなみんな、この画質上。あー、すごっ。あ、なんかルイージ出てきた。マサー出てきたね。これいっか。いや、ここ行く前に、なんかここはただね、右に進むアクション系だと思ったんで、ここやっちゃおうか。ここやってさっきのとこやろうか。さあ、で、ミックスポンもういないだろうな。砂の上でも素早く動けるバッジがあるのだとか。あ、私持ってるやつじゃないこれ。でもこれは2段、あ、ほら。こういうことか。はい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 。あ、一回止まっちゃうとこうなるんだ。でも連続でこう、なんていうの、やるとこうずっとこの状態になれるんだ。なるほどね。二段ジャンプの台、あ、これ見たかもしれないな。一回引っ張るよ。なんだこれ。あ、わ、ドリマリ使うのか。これ引っ張れるんじゃなかったかな。あり、面白い。あ、みんないるね。あれ、あ、こっち側じゃないと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、限界まで引っ、あれ、あれ、このうちに行けってだけ？あ、それだけなんだ。なんかこれあれかもね。なんかジャンプ力すごい上がるバッチとかあるんだよね。そっちの方がいいかもしれないね。これ踏める？おお、一応踏めるんだ。ただドリル、ドリルだとワンパ、ああマリオも楽しんでるね。それヒップロップで倒せますよ。ザックさん、ザックスさん、ザックさん、ヒップロップ、わ、これこうやってごらん、こうやってごらん、ザックスさんね。え、ああ、もう、せっかくあちきの、あ、ザックさん、待ってくれ。あ、ごめん、下手すぎあちき。こうやると、なんか出るか。あ、このうちに行け。クリボー寝てるし、右で。はい、入って。さあ、ここ来て。やばい、ザックスさん、早い。オッケー、ギリギリ取れた。待って、これ。なんか、いきなりライバル意識芽生えたわ。これ、ザックスさんにあちき負けたくない。わしの方が早くゴールするんだ。いいぞ。果たしてこの子を取る意味があるのか分かんないけど、ザックスさん、お前、なんだお前、わしのバッジをザックスさんにあげるよ。何してるザックスさん、お前どこ行くんだ。なんもない。これクリボー起こしてあげようか。起こしてあげて、さ、ザックスさん先に行ってるから、さ、もういいか、ザックスさんに構うのはやめよう。うわ、これいいか、これ合ってんのかな。いてていてて。あ、寝れてるクリボーダメージ受けないんだね。これヒップロップで倒せる。やばい。あ、これあれだね。こん、なんだっけ。クイコンドルだ。クイコンドルがお尻にクイコンドルだね。いいぞ。で、これを引っ張って、お、なんか出そう。アイテムか。なんかあれだね。
結構他のゲームってなんか砂の中に入っちゃうことが多いんだよね。それでダメージを受けるみたいな。ただこのゲームね、放っておいても砂のダメージ受けないから、なんかちょっと違和感じゃないけど、あ、これあれじゃん、屋根になってくれるみたいな。あ、じゃ、ジーレバスターも来てるね。バターだった、バターも来てる。いや、ちょっとなんか他の人いると対抗意識で早く行っちゃう、早く行く必要ないんだけど、まあ、2段ジャンプしようか。オッケー、あれギリ届かないか。いや、こ、あー、あ、青い土管出てきました。これじゃん、絶対入れるやつ。間に合って、お前邪魔、ルイージ。なんかマリオメーカーの影響でね、当たっちゃうんじゃないかなって思っちゃう。マリオメーカーダメージ受けちゃうんだよね。さあ、ドリルマリオになって。さあ、バターさんいるね。あ、バターさん。あ、バターさんあれか。トゲマリオじゃないから入れないのか。あー、そうだよね。食らっちゃうよね、それ。あれ、トゲマリオじゃなくて、これ、ドリルないとどうやっていくんだろうね。ちょ、バターさん、もうみんな無視するみんなのこと。ちょ、これ終わったら、まあ、この機能オフにします。まあ、やっぱ通常はオフでいいね。なんか、宝探しの時だけかな。宝探しの時だけみんな使おうか。寝てる。起きて。あれ、あの、あっち見てんだ。わかりました。これ、砂漠がめっちゃ上まで上がってくる。どうよ。僕が上がらなくて塔が上がるの。え、なんだ、待って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 、ちょ、どこ、どっち行こう。こっちでいいのか。あ、これでフラワーにしちゃうと。おお、待って、さっきの子、おう、わ、痛いな、待っててくれてる。これヒップロップで侵入者って言われてる。あっ、私敵扱いなの、大丈夫か、これ。あっち、これ取って、やばい、潰される、これ。でも潜れる、逃げられるかな。だっていいぞいいぞいいぞ。でこれ上行って、これトゲ迫ってきてるもんね。だからこれ待って、ギリギリ間に合うはず。あっ、すごい、なんかアニメとかで見るよね、こういうのにあって侵入者だみたいな、それを味わえる。すごい面白かった。あ、ただいま。いいコース。さあ、あとはもうゴールしちゃうだけか。あれ、みんないなくなってるね。ザックスさん、あ、ゴールだ。でも一番上取りたいな。これで多分一番上を取れる方法があるはず。いけ、なるほど、これ間に合ってくれ。いいね。いや、ですよね、ここ今あるんじゃないかと思ったよ、滝の中。え、なんかちょっとテイスト違いそう。ハックン、ハックンってマリオメーカー出てきたよね。これ誰が、どこが元祖なんだろう。リズムに合わせてテンポよく進もうだって。あ、ちょ、あちき、うるさいんじゃない、これ。あ、やった、ファイヤーだ、嬉しい。お願いします。へい、ワン、あれあれ、え、これ取れってこと。はい、あ、なんかあったよ今。テンポと行くとあるんだ。すごそう。めっちゃ迷路になる。そうでしょう。ね、このパックンのカラーボール良すぎない？あ、超ガラガラすぎだろ。もう適当でいいのかな、これ。いや、ちょ、わかんないな。あ、すごい、金の玉を吐き出してくれた。あれ、終わっちゃったね。なんかこうライブとか行くとこういう喪失感とかあるんじゃない。いいね、終わっちゃったみたいなね。でも楽しかったみたいな。あ、ちょっと、いや、音楽結構今回絡めてくるんですよね。この顔超いいよね。さあ、写真は。いい、え、超これ、
100点だわ。マジでいい写真だった、今のとこ。ワン、ツー、スリー、ジャンプ。すごくノリノリでしたね。お土産にリズム、リズムジャンプバッジをもらっちゃいましたって。何それ。試しにつけてみる。つける、つける。ジャンプすると音楽が鳴るみたいな。ぽよーんみたいな。え、リズムジャンプバッジつけようぜ。手拍子に合わせて連続でジャンプするとコインが手に入るだって。あ、ここさっきオープンしたとこだね。ここ行ってみようか。だからただ鉄球ゴロゴロして逃げるだけだから、なんかジャンプあんまなさそうなんだよね。行ってみます。頭上注意だって。マジこういうのすごい好きですよ。ちょっと音聞くわ。マジどこにいる。あ、いた。え、ズンズッチャズンズヘイズンズッチャズンズヘイ。いいんだこれで。ガバガバチャーシューだけどいいんだね。いけ、お前持ってってやる。行くぞ、持ってってやる。確かいいよ、すごい。あ、上怪しいと思ったけど、まあこれだけか。待って、じゃあこれゾーマリオで運ぶみたいなあるんじゃないかな。すごい、毎回音符鳴るようになっちゃった。やばいやばい、来てる来てる来てる。いいぞ、あそこにあるやつ欲しいね。これ普通にかわしちゃえばいいのかな。かわしちゃって、うわ、ゾーマリオのストック欲しいな。これ出てくんなよ。オッケー、すごい、わしきの動画に愛の手が入るようになった。へい、あ、なんでお前、あれ、これ引っ張ってみようか。どうなるんだろう、これ後ろのね。まあカロンみたいにやられるわけじゃないのかな。なんかいつか復活しそうだよね。あ、やっぱ復活してる。カロンケーキ本そうですもんね。いつか復活しますもんね。あー、あ、この子を暴走させてここ壊すんだきっと。一回やってみよう。だこっち向きで、あ、こっち向きで持てばで下いけるよね。そう考えるとですよね。すごい面白。わしか目見た、みんな。お、びっくりした。なんかすごいびっくりしてる目かと思ったら、ただ白目になってるだけだ。でこっちから上がれるでしょ。上がれないんだ。じゃあ、あの一気アップキノコどうやって取るんだろうね。こっちから上がって取るんじゃないのかな。ね、取れなくないですかこれ。まあいいか、別にいらないですし。すごいぞ。うわー、この下とかいけそうだよね。まあちょ、いけなさそうなんで。でもいけそう。あー、邪魔。邪魔。あ、待って、これを持ってくとみたいに思ったけど違うか、さすがに。さあ、左上、お、これ元気マリオだね。あれ違う。おーおーおー、すごい。ここもね、なんかあの隠しブロックも全部見つけたい時あるけど、まあさすがにね。これなん、どうやって壊すんだこれ。ゾウマリオでこれ運んでこようか。 あのでかいので壊しそうだけど、まあ、別に自給自足できるからいいよ。いや、これ持ってきたいな。ね、まあお使いしてるね。誰にもてりらん、ひどいよ。お使いしてこれ壊そうと思ったのにガチで許せん。しかも上取れねえし、これガチで許せん。さあ、みんな取るわ。このでかいのでしょう、きっと。うわー、どうなる、多分。あ、すごいぞ。え、こっちか。でも左行きたいです、私。いつか左に行く方法があるはずなんですよね。1個目、あ、これだ。これで次左行くんじゃない。それであれ壊してもらうんだ。へえ、面白い。あくり棒、あ、まい、引かれるぜ。どんまいだぜ、どんくり。あ、ここがあれか、隠れ身の術エリアだったのね。さあ、こっちに傾いて、次どうなるんだろう。え、おもしれー。わ、すげえ、ずっと滑ってる。あっち、ケツで危ない。ん、初の分かんないところが来たね。私こういう系のコースで詰まった、こういうなんてガンギマリオで詰まったことないんだけど、初の詰まってしまった。なんかあります、皆さん、いけるとこありましたわ。
わ、ここ今下あったんだ。あ、いいね。三つ目。ちょっと酔っちゃいそうだな。あ、おお、すげえ優しい四つ目。で、ここで、なんかすげえでかいの来てそう。これ紫コイン全部取りたい。す、いやー、ちょ、見とれてた。クリボーに見とれてた。なんという。あぶね。これまだ来るわ。まだ追ってくるわ、あいつ。絶対来る。あ、来ないんだ。なんか追ってきそうな感じだったけどね。うわ。コース自体を傾けてくれるんだって。うわ。花いるわ。あんな鉄球から逃げるってすごいね。バイバイか。ちょ、なんかでも若干ね、この子と意思疎通できてきたね。わかるようになってきた。何枚やる？あ、また10コインがあと1個取れてないわ。熱いわ。ここでキノコガチでありがたい、私。これどこに落ちてきたんだ、私。まあ、いいか、右行っちゃおうか。まあ、なかったら、もう一回戻ってこよう。やばい！いいぞ。このまま行っちゃいます。もう勢いで。まあ、10個。あるじゃん。ね、あ、もうこの鉄球について、かぶねえ。さあ、自分が今果たしてどこにいるのかわかんないけど、ゴールでした。お、なんか出てきたぞ。あ、これあれだね。毎回ちょっと一息だね。さあ、ちょっと一息。爆走チョロチュー。あ、あいつチョロチューって言うんだ。なんか覚えやすいね。あば、近いたかったな。あ、次。リズム天国バッチな、あ、リズム天国いつ出るんだろう。あ、オンオフあるんだ。あ、いけ。あ、違う。あ、こうオンオフでね、上のあれも変わるかなと思ったんだけど。あれ、あ、今日喋ってくれない。今日機嫌悪いんだ。全然喋ってくれん。これ食らっちゃいますけど。もしや乗れる？あ、待って、あの子についてこうか。あ、ああ、はい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 。なるほどね。ワンチャンなんかカービィのバイクみたいな感じで乗れんじゃないかなと。ウィーリーだっけみたいな感じで乗れんじゃないかなと思ったけど、なんかね、結構試してたんだけど乗れなかったね。ああ、やっていけってことか。さあ、どうしようかな。今日、お、やってみようか。うわ、しかも私の好きなあれじゃん。帽子パラシュートじゃん。一番スタンダードで使いやすいんだよね。うわ、これ、私、だいぶ使いこなしてるよ。この帽子パラシュート。これの、飛んでけー。これのレベル5とか欲しいな。ま、ここはね、さ、でかくなって、信じるよ、コイン。信じます。楽しい。うわ、色もなんか黄色で綺麗、すごい。あ、こっちだ、だって。お花についてこうか。うわ、やばい。よし、あ、ここに大丈夫だ。今よっ、あ、これで無限復帰できるの、もしかして。すごい、知らなかった。どこまで飛べるかな。ここまでいけるよ。さあ、なんか私どんどん飛距離下がってない？どうやってあんなコイン通り辿ってくんだろう。これもし DS のマイク機能みたいに吹けばいけるみたいな。いい、あ、取れるんだ。あの、これ一番上。この壁キックで上いけることが分かった。これ無限ジャンプじゃん、実質。壁キックで上いけるなら。ね。じゃ、ここら辺から、こうしてこういくと、なるほど。だからどんどん飛距離がね、なんていうのかな、遅くなってくんだよね。わあ、これはね、ぜひともカメラマンさんには、あの、パラシュートで、パラーってなってるところを写真に撮ってほしいですよね。え、青キノピオ結構いいなぁ。そういえば今日マリオに変えるの忘れ、いや、やめて、そこ通るの。私は落ちそうになってたとこじゃん。そういえば今日マリオに変えてやってなかったなぁ。いつもね、いろんな、あ、付け替えようか。あ、いいね。いつもの帽子パラシュートになった。お、なんかラインスタンプみたいなのある、これ。こんな、オンライン対戦用か。さ、キャラクターで、マリオにするの忘れちゃって。あと使ってないの、私、このヨッシー軍団と、キノピコかな。まあ、次回キノピを使ってみようか。キノピコか。キノピコ使って。さあ、ラスト1個やって終わろうか。あ、ここやって。あ、ねえねえ、だって。これは？お、え、怖っ！なんでなんもないの、これ。え、怖っ！これ怪しくないですか、皆さん。ここになんかありそうだよね。こういうとこにはステージがあるんだけど。怪しい。実に怪しい。じゃあ今日これやっております。レベル3だね。底の毛。マジロ。なんか丸いやつじゃない？きっと。アルマジロみたいな。
あ、君だね、マルジロー。なんか、はい。あ、マシロー、これ上投げると、なるほどね。マシロー持ってこうか。マシローもね、ノコノコみたいにね、復活するんじゃないかな。ちょ、マシロー一回持っとくわ。復活するかどうか確かめたい。あ、復活するわ、マシロー。暴れてるわ。あ、これお水なくて苦しんでる。ちょ、お水あげるとこある？お水あげるならお水あげたいな、あの子に。ん？なんだ？あ、これ本当はマシロー使って上に投げろみたいな感じか。ね、きっとそうだね。まあ、せっかくだし、マジロー、じゃあ使おうか。マジロー、あ、マジロー、投げられる準備になってちゃんと丸くなってるわ。偉いな、マジロー。そういうとこが君の人気投票ランキング1位なんだよ。あるのかな、マリオワンダー人気ランキングみたいな。ね、誰当選するんだろうね。新キャラでやっぱ、コンドルがお尻に食い込んどる？あれが一番人気そうだよね。あ、水出てきた！待って、これゾウマリオが多分どっかにあるはずだから、ジャンプ力低いんだよな、これ。ただ無限ジャンプを覚えたからね。そうなんだよね、そう。なんだ。ゾウマリオ来い。来ないか。ちょ、待ってね。これゾウマリオあげて、なんとか水あげたい。お！上に行くんですね。あ、でも分かりやすい。今回分かりやすいんだよね。多分ね、コメントでもあった隠しゴールがすごい難しいんだと思う。この10コイン自体はそこまで難易度は高くないみたいな。わじき、これゾウマリオで会ってくれ。は？ひ？え？え？すごい！わじきの巨大化アイテムが全然ないんですよね。とりあえずみんな中間取るわ。中間取ってこれ投げて、待ってろよ。わじきは水あげるからな。来た！ようやく！待ってろよ、みんなに。うわ！よいしょよいしょ、待ってろ、ほら、うろえ、しみただろお前。さっきの子たちにもあげてこよう。戻ってるわ、私。待ってろよ、あちきは君たち水を運んでっからな。これが主人公ムーブだね。お水をどこまでも、絶対ダメージは食らえない。ダメージ食らったらゾウマリオじゃなくなっちゃうからね。はい、いねえし。いた！くっそ！もういないか？もういないわ！さあみんな中間まで戻ってきたね。これはね、ガンギマリオ取るとどうなるかっていうと、お！入れるんだ。やっぱ土管は全部チェックした方がいいね。これカボチャにめっちゃ水入ってないわ。これ無限ジャンプできるから取れちゃうんですね。えっ、アルマジロ、ちょ、助けてください。助けてください、アルマジロさん。ちょ、起きて、起きろ、お前。お前、邪魔すんな、アルマジロさんの。ありがとう。あ、アルマジロさん、ありがとう。連れてくよ、君は。あ、お、戻れない。あ、こっちからか。いやー、助けられたな、あのアルマジロさんに。これ、水出なかったっけ。あれ、あれか、瓶か、水出るやつ。きた、これは。めっちゃあえて水が落ちてくるか、この砂漠砂がめっちゃ上に上がる、水がめっちゃ落ちてくる可能性もある。こっちです。今回マリオメーカーやっていこうかなと思います。わあ、わたき早すぎる、わたき早すぎる、ってみんなすごい高速になってる。これ編集じゃないからね。すごー、すごすぎるね。こんな感じ、実況もこんな感じ。早くやっていこうか。歩く、わたき歩く、とっとこはめたろ、はい、わたき、ててみんな大好き、こうしくん、ハブ太郎さん。僕の喋り方変じゃないだって。あ、ちょ、聞いてみようか。ちょ、変な喋り方。いつもだよ。さあ、行こうだ、チキ。朝走っていく。すごい、なんか、すごい、実況も速くなって走っていくね。すごい、すごい急いじゃん、チキ。わ、これも速い。うわ、どれにしようかな。ワン、ツー、スリー、フォー、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 フォー、うわ、ゾサウェア、ラッキー、テテレ、テテレ。さあ、歩く、歩く、歩くと、男を走るよ、チャーシュー。隅行こう、走る、チャーシュー。大好きなのは、ひまわりの種、トゥ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 。うわ、やめろ、お前、こっち。面白すぎる。私は予想が当たることなんてまずないんだもんな。すべて裏、いや、一個ぐらい当てたいな、私の予想。なんで落ちちゃったんだ。さあ、あ、戻ってよかった。だって、これゴールじゃない？あ、アルマジロくんだ。一緒にゴールしようぜ。イェイ。うわぁ。もうこれあれでしょう。早くなったところでしょう、絶対写真。ちょっと今日いつもより早いけど終わろうか。ね。いやぁ。スローになるのもあるかな、逆に。早いっていうのがいいよね。
スローだとやっぱ爽快感みたいのないじゃないですか。だからあの速さがいいんだと思う。お、あ、さっきのそういうことね。ここやって終わろうか。あれマリオがすげえ変になってて、あれ絶対なんかあると思ったけど、ちょっと一息。岩の小部屋の宝物。あー、はい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 。まあ、ここのドリルでね、縫い目をくぐってけみたいな感じか。君は？びっくりした。あー、なるほどね。あんまびっくりしてなさそうだけどね。びっくりしたって言えみたいな。あ、あ、すごい。過去一簡単だったかもしれない、これは。なんか操作練習みたいなね。あ、いい写真これ。これ75点だね。すごいいい写真。じゃあ終わろうか。一応、ここに浮いてるステージはクリアしたかな。次回じゃあ2階からやってこうか。これ1階ダム、お、待って、こっち行ってなくない？あ、行けないか。じゃあ1階は全部制したというこ、やるしかないよね。ブース、あ、これあれかな。ブースケ泳ぐ。ドルフィンキックバッジにした方がいいかな。いや、でも使おうか、せっかくだし。コースによってこうやって変えていく時もあるね。乗れ、いた！乗れる？あ！すごい、空気全部なくしたらどうなるんだ？うわぁ、すごい、風船みたいなやつだね。いて！うわぁ、あそこ、てか全然水じゃねえし。これファイヤー当てたらどうなるんだろう？ワンパンなんだ。え、じゃあトゲとかもワンパンでありそう。あ、これはあれか、ただ、あ、ちょ、やめて。わちき。そうか、バッチ変えてから無限にジャンプできなくなったんだ。あれ、今日機嫌悪いね、君。喋ってくれない。いつも喋ってくれんのに、あんな。これは？あ、こういう系は一発なんだ。いや、なんかよ。いや、ないけど。いやいや、お前はめてるだろう。僕のキノコが、お前、やめろ、そういう下ネタ。本当に許せ、あいつ。いいぞ。で、これ、うわ、これ落としちゃダメなんでしたっけ。これあんま、あっち、やっちまったか。あれ、ダメージ受けない、もしかして。なんか今食らわなかった、あっち。はい。なんかちょっと今日仲悪いな、あっちと、あのフラワー。若干ちょっと喧嘩してるね。やばい、やっちまったか。いや、いいか。さあ、これ叩いて、いや、フラワー熱いな。いや、こいつ意外と、上から落ちてくると超強いぞ。え、面白。え、結構好きかもしんない。おお、あ、入ってる。はい。いっぱい、下から来る、下から来る、下から来る、あいつが。お、俺自身がなるだと。お、ぼよーん。ぼよーん。うっ、あ、スターある。あれ、スターは？なんか落ちてしぼんでね。気のせいか。気のせいじゃ、スター、あった！うえかわいいぜ。これは？ですよね。あ、スターある、スターある。しぼんでるように見えたのは、なんかしぼんでるように見えんだけど、目の錯覚かな。いいね。すご、なんかゲーセンのなんかみたいだね。何かってやるかよくわかんないけど、ゲーセンのなんかみたい。すごっ。え、面白い。これ風船マリオかな。一応マリオメーカーにもあるんだけど、風船みたいな。ただ全然グラフィックとかデザインとか違うよね。あー、やっと見つけた。ほら、スターだとこうやって吸い付いてくるんだよね。知ってました？ほら、この紫コインがある程度近く行くと。いや、これはワンダフォーだわ。いや、ここぜひね、カメラマンさんに写真撮られてほしいね。やばい、これどうやって撮ろう。乗ってけと。やめろ。待ってね、チャンスは一回。ここ。よし。やばい。でもだいぶダメージ食らっちゃった、私。これも勢いでいこう。にょー。お前、邪魔だな。ふわー、でも、あれ一回取れば取ったことになるから、オッケーでしょう。さあみんな、これさっき取ったとこだね。さあ、もうゴールしようぜ。ちょ、食らっちゃったけど、ゴリ押して。足貸して。うわ、あ、優しい。ラストラン。あ、ラストランだって、むずいな、ラストランが。ラストランが本当にラスト、むずすぎだろ、ラストラン。足ばかして！うまい！これ敵がいるステージはあれだよね。
スルーしちゃうともう上登れないから結構勢いで行っちゃってそのままてっぺん取るみたいな。なんか私パート1とかパート2はねあんまてっぺん取ることにこだわってなかったんだけど、なんかそれ以降はね割とてっぺん取ることにこだわって、なんかほとんど取ってんじゃないかな。うわーいいね。この背景もいいよね。なんかこの紫の宇宙じゃないけど神秘的な感じ。さあ今日これやって終わろうか。なんだこれ。うわ私の好きなやつじゃん。え、なんかね横のはあんまり好きじゃないというか普通なんだよね。上から降ってくんのがすごい好きだね。なんだこれ、下からか。いやおもろ。あ、君も弾むの。あ、すごい、登場人物みんな弾む。よし、じゃあみんな終わりましょうか。じゃあ地上クリアしたから、まあ次回ここクリアしたね。クリアしたらこう青くなってるんだよね、この地面的なところが。よし、お、終わりましょう。さす、いやでもここ怪しくない？あーでもあの紫コインだけか。さあ隠しゴールが全然取れてない気がするけど、終わります。バイバイ。お、バイバイする前に L でなんか見れますよって言われたな、そのやってないところ。あ、これだ。例えばモックモック鉱山だと、はい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 、あ、ここ一番上取ってないね。あ、でもあれか、飛行船見てみんな、これ難しさ3の下に旗あるじゃないですか。でここ旗ないじゃないですか。でもあれだよね、ここスイッチ踏むコースだから旗はなくて当たり前なのかな。はいはいはい、これモックモック鉱山は全部できてるってことかな。うわ、ここ、あ、なんでも屋でも買わないとちゃんクリアしたことになってねえのかよ、ここ。ここだけ抜けてる。だからそう、これで確認できますよっていうのがあって、ちょっと隠しステージとかもここに載ってるってことなのかな。じゃあ、終わろうか。バイバイ。